これは黄色屋ですね、手前とも黄色屋でございますけどね、感じでございますけどね、黄色い鳥が作ったわけじゃないですね、黄色屋と言います。ではいただきたいかなと、こっちが思いますね。うん、なかなかのご一緒に、うん、あ、焼きそばなんて、これはこれだ、美味しいですね。で、結構、うん、甘くて、なかなかの良さと味わいがあって、うん。結構いい味ですね。で、この味わいと、うん、スパゲッティの味というのはなかなか良くて、いい味がいたなと思うし、うん、マヨネーズでよく合っててね、結構のいい味を出したんじゃないかなと思いますね。うん、どうもありがとうございました。